八塚スカナは、阿波国徳島藩十二代藩主。完成7年7月10日、八塚治カオの次男として生まれる。兄弟たち同様に父より返記を受け、忌名をはじめ、秋政と名乗る。文化6年、第11代将軍、徳川恵成から、松平の名字を授与されるとともに、その返記を授かりさえまさに改名する。文化10年9月、父。 お務省の隠居に伴い後を継ぐ。この頃になると、徳島藩でも財政が悪化していたため、反省改革が必要となっていた。しかも幕府から、海の国の河川の築定などを命じられ、新たに4万5千両も拠出するなど、領民に多大な負担をかけた。子に恵まれなかったため、文政10年うるう6月3日に家なりの22男、西広を養子に迎えた。 やがてこの蔡広氏が将軍の実施ということで、天保6年12月に蔡政と同じ十四以上に除せられると、養父としての立場がないと訴えて、天保10年12月には、異例の聖四位上序人が認められるが、その際に、老中、水野忠国に対して、冷戦名目に四千両もの賄賂を送ったという噂が庶民にまで広まった。このため、蔡政は、 財政再建のために、徳島藩の特産品とも言えたタバコの専売に乗り出した。さらに、タバコを口銀という新たな税を課した。このため、領民は、天保12年12月4日、600人近くが伊予国今治藩に挑戦し、その翌年には、一期も起こった。この時、徳島藩は、一期の首謀者を処罰できなかったと言われており、 領民の怒りが凄まじかったことが伺える。天保14年、家徳を蔡広氏に譲り、その後の安政6年9月13日、65歳で死去した。方法皇は、春陵院伝。墓所は、徳島県徳島市の万年山。村川公平、日本近星武家政権論。藤田里氏、近星政,政治主と。 天皇 ISBN978 から4から 642033534P309 から310、夫人、イーシ先代、八チスカオの性質も、イーシだが、天命6年に没している。1815年の藩主は、サイマッサ。ありがとうございます。